次は藤沢さん。静岡出身の女子で高校野球が好きなので、高校野球が中心になって残念な皆さんにおすすめのコンテンツを紹介。なに高校、また野球好き？お、西沢さん。こんにちは。はい、の藤沢ななみです。よろしくお願いします。お願いします。おととい髪を切りまして。そうなの？はい。これのために？はい。そうです。おめ嘘ついただろ。そんな話にあだ名お願いします。嘘つき。あんたのあだ名は嘘つきだ。私が紹介したいネットコンテンツは選抜ライブです。お、選抜ライブ、こうあれかな、野球の選抜の選抜かな。あ、よくご存知です。そうです、甲子園って春と夏があると思うんですけど、うん、春の甲子園、その選抜甲子園について、うん、インターネットですごくスムーズに見られるコンテンツがあるんです。へえー、あ、そうなんだ。手軽にね。はい、私たちの会社のサービスなので。あ、あんたそういうとこあるよ、さっきから。あの、私が取材してきたのは、うん、なんと高校球児ではないんです。え、違うの？はい、それでちょっと何について取材したかというと、放送部なんですよ。あ、それは放送してるところ。はい、ちょっとそこについての VTR をまとめてきたので、今から少しご覧ください。はい。日本中を興奮の渦に巻き込む高校野球。その聖地、甲子園球場での熱戦には誰もが釘付けになります。私が紹介するネットコンテンツ選抜ライブでは、選抜高校野球の様子が見られます。開会式のアナウンスや国歌独唱は高校日本一になった生徒だけが任される栄誉ある役目なんです。入場行進で使われるプラカードの文字も書道展で勝ち抜いた高校生の直筆です。開会式でのアナウンス担当に内定していた広瀬春奈さんに取材をしました。広瀬さんは昨年の夏、高校アナウンス日本一を決める大会で優勝。当時のことを振り返ってもらいました。もう集大成として、これで自分の中の高校生活のもう区切りというかをつけれたらいいなと思って、そうですね、かなり頑張ってた部分はあったと思います。うちの学校は付き人っていう制度があって、その全国とかに進む先輩一人一人に、その1年生とかの子がついて練習するんですよ。で、私のその付き人の子に、そのちょっともう毎回毎回聞いてもらって、あの、評価をもらうっていうことをしてました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、春の選抜甲子園は開催中止が決定。まあ、実際にただそのやっぱり亡くなったっていう風にニュースを見て残念でしたね。やっぱり、あ、やっぱ亡くなっちゃったんだなって思って、やるせない感じでした。誰のせいでもないので。一方、インターネット上で新たな取り組みを始める高校生もいました。92回目の春の選抜はこれまでとは違う形での開催です。第92回選抜高等学校野球大会エア甲子園。涙を流したままでは。このエア甲子園プロジェクトは、インターネット上の呼びかけを見てつながった8人の高校生が中心となって進めています。映像や音声を集めて選抜開会式を再現しようと取り組む2人に話を聞きました。中止が発表されたときに、球児さんたちがもう最後やったのにみたいなとか、あの、思いくすぶるツイートを見ていて、何かできることはないかと思っていたところ、放送部の中で先輩のアナウンスが聞きたかったとか、あの、先輩が言えるチャンスやったのにみたいな声を聞いて、何か大きなことをするしかないなと思いました。あの、プロジェクトのメンバーとしては全国から来てもらってます。まあ、開会式っていうのは、まあ、一つの大きな儀式であるので、まあ、それは、まあ、全てはできないと思うんですけども、あの、音声でできる範囲で構成して、またあと球児の人たちの思いっていうのを、伝えられるような
構成にしていけたらなと思っています。はすごい、なんかあれだったね。確かに私も甲子園って言うとそのなんかさ投げて取って感動ドラマがあってってなったけど、ああいうさ吹奏楽部がいたりアナウンス部がいたり書道の人がいたりとかなんかあの携わってる人が一人一人にフォーカスしていくっていうのはすごい面白くて、何自分たちで工夫して甲子園をエア甲子園で やるっていう、なんかいいね、そういうそっからのアプローチもあって野球何やあのそっからのアプローチで高校野球が好きになるっていう人もいるんだろうなって思ったらめちゃくちゃ素敵な活動だなって思った。もう嬉しすぎる、もう本当に感動してます。ほら、ほらこんなに心臓動いてるよ。ありがとうございます。あのその夏と春の甲子園があると思うんですけど、その春の選抜の良さがそういった文学部の人たちの活躍が見られるっていうところで、その開会式は、うんうん、あの歌の全国優勝の人が君が代を歌って、うん、で放送の全国優勝の人がアナウンスをするっていうものすごく豪華なところ、集大成なんだ、うんうん、選抜ライブではそこも中継されるので、うん、は高校野球 その部員だけでなく他にも見どころがあるっていうお伝えしたいなって思っていました。あすごい素敵、放送部ってそういうことだったのね。さてここからはフワちゃんにもっと放送部のことを知ってもらうべく千葉県立ケミガー高校のお二人にいろいろ教えてもらいましょう。委員長の藤井直江です。山中翔吾です、よろしくお願いします。まあその指針っていうのがまず学校の行事をちゃんとやってから大会じゃないのかっていうそういうあの思いがあって、やっぱりあの昼放送とかあとは集会の準備とかそういうのをきちんとやらないとあの放送委員会として信用はもらえないし、それでやっぱり学校行事の方に力を入れるっていうそういう感じですかね。例年4月の最初ら辺なんですけど部活動紹介というものが行われてまして、コロナの影響でその部活動紹介がなくなってしまったので自分たちにできることがないかと考えた時にその各部活の部長さんに30秒程度で紹介文をその自分の録音した声でその送っていただいて、それをつなげてそのお昼の放送で流すっていう予定を今立てています。わちゃん、僕に早口言葉で勝てますか？なんだ、春の昼下がり丸太に吊るした古いミルクを猿と鶴が死に物狂いで奪い合い。それでは何急にお願いします。春の昼下がり丸太に吊るした古いミルクを猿と鶴が死に物狂いで奪い合い。ごめんね、どっちつかずの早口言葉でごめんね。できたっちゃできたっぽいけどできないっちゃできないっぽい。でもちょっとごまかしましたよね。なんなの言わないで、あんたそういうところ。私もちょっと嘘つきって言われたんで反撃しちゃってちょっと。うちらこれからもバチバチが続きそうだな。そんな風に今ちょっと発声練習の一部を、うん、あの聞いていただいたんですけど、放送部はこんな風に、うん、あの日々1時間から2時間ぐらい練習をしますし、ここの高校では週、うん、基本6日で練習をしていて、1回前は7日なんですよ。文化部なんですけど、実はすごく体育会系な部分もあるっていうところを知っていただけます。本当だね。はい。ありがとうございます。それでは、私の発表にのフィードバックをお願いいたします。はい。あの、すごい、すごい、あの、よかったです。なんかあの、なんだろう、高校野球の意外な一面から始まって、もうそういうところも見れたのもめちゃくちゃ良かったし、なんかあの自分の声だったり入れちゃったりとか、なんかあのゲーム性入れてきたりとか、なんかその部位にゲーム性があったり、なんか意外なところとかもあったりして、すごい全体的にあの深みがある楽しい VTR だったなって思って、前のめりで見ちゃった感じになりました。すごい、はい、完璧。ありがとうございます。それではダメ出しの方もお願いします。ダメ出しはあのあれかな、その早口言葉を挑戦状を叩きつけてきた男が絶対不安に負けねえぞの圧がひしひしと感じられました。青春を思い出させてくれるすごい素敵な VTR でした。はい、ありがとうございます。これからもフワちゃんさん、この高校生にも負けない元気で頑張ってください、うん、ありがとう。
おめでとう戦いまだ終わってねえからな。あ、負けません私も。